腕輪の力死者全軍、止まってください。この敵の布陣、きっと罠です。橋を渡った先に、おそらく伏兵が。迂回し、逆に背後をつきましょう。今だ、かかれ。情けないことになった。被害が広がる前に撃たないと。いいぞ、その調子だぜ。ご無礼なの。背中がガラ空きでございます。いつの間に。敵の狙いは強撃だったのか。強撃される前に本陣を捨てましょう。敵中を突破し、そのままあちらの城へ。おお、囲まれる前に動いたが、やつもまんざらバカではないようじゃな。飛んだ失態だ。申し訳ございません、マサムさん。呪狼が破れただと。侮れぬ敵よ。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。これで勝ったと思うなよ。あっぱれ。この戦、俺には何が重い。おめえらどうするんだ。ん、ここは兄者の軍がいるようだが。ええ、現直の顔も見えますね。どうやら芝居と戦っているようですね。諸葛亮院長、こんなところで再会できようとは。再会のような場面はまた後ほど。まずは兵を分け、私が来たら出回ってください。なるほど、芝居の読みを利用するつもりか。全軍に伝令を送ろう。孔明はやはりすごいな。よくぞ兄者を守ってくれた。これよりは拙者も貴殿だと堂々いたす。勝機は今、厳しく攻め立てます。伝令受けたまわった。我らの役目は労働か。行きましょう、ペルセウス殿。劣勢の中で兵を二つに分ける。消せないが、今は従おう。よし、我らも雪村殿と共に進む。敵は兵を分けたようじゃない。それに諸葛亮が現れたと騒いでおる。くだらぬざれ言を、奴の名を出せば私が動揺すると思ったのだろう。そう都合よく諸葛亮が出てきてたまるか。劉備のいる本体を撃ち、即刻戦を終わらせる。背後は任せよ。私が現れたことは、いずれ敵に知れます。ならば逆に剣伝しも、策だと疑わせましょう。芝居殿なら、必ず疑うはず。そこまで見越しての行動とは、さすが孔明様。伝令、やはり本物の諸葛亮が部隊を率いているとのことです。
その手に乗るか。そちらは陽動が南から迫る劉備の部隊を狙え。敵はこちらに集中している。陽動は成功しているな。それもペルセウス殿の働きあってこそ。私もより一層奮起せねば。奴らの必死な様、やはりこちらが本命だろうな。策はうまくいったようだ。こちらの敵は手薄、容易に突破できよう。それもカイン殿の部があればこそ。そろそろ時が満ちます。やはり孔明はすごい。君が来てくれて助かった。現直が耐えてくれたおかげです。ところでこの世帯は一体。なるほど、事情は天かける竜となる地の小十郎。この芝中達の戦も人も当司祭関雲長。この諸葛孔明、竜の妻としての誇りを。道が開けた。でどちらが先に行く。私が。腕輪を盗んだあの男、許してはおけぬ。半人などに目をかけるからそうなるのだ。まさか我らを欺きここに忍び込むとはな。責任は取る。待っているがいい、ペルセウス。信長と直接対する前にもう一つ。父上。ああ、かなり。俺も会ったことがあるが、虎を名乗るなかなかの猛者だった。うん、父上。だといいがな。承知。軍に所属する者も増えてきたことですし。うん、賛成していた。真の三国武将とはこの演技と長技のことよ。